D バースライバーズラジオ。皆さんこんばんは、リーバースライヤーズの相模駿河役の鏡隼人です。はい、皆さんこんばんは、リーバースライヤーズ尾崎伊織役のシェリン・バーガンディです。よし、言えた、はい、自分の役ちゃんと言えるか少しドキドキした。はい、ちょっとそうなんですよね、あの画数が多い漢字が並ぶからフルネームで言うこともあんまりないからそうなんですよねそう、はい、そう、自分のしかも名前を、しかもキャラクターがっていうのがなかなかないから、愛を伝えたいから、うん、ここ大事、うん、そう大事ですよ、うん、はい、ということですね、この番組はメディアミックス作品リーバースライヤーズのことをよりたくさんの人に知ってもらうために、はい、俳優として作品に出演している二次三次ライバーが、うん、時には見慣れた組み合わせで、そして時には新鮮な組み合わせで、毎月の最終金曜の夜に、はい、リバラについてお話ししていく番組ですということで、はい、なるほどなるほど、はい、どうやら第4回らしいですよ、ね、え、結構もう回も重ねてきましたけども、見慣れた組み合わせっちゃそうなんだけど、作中では、まあ、斬新っちゃ斬新という、まあ、そうなんですよ、ね、なんか二律背反な感じですね、ライバーとしては、うん、そうなんですよね、なかなかこうお二人で動く機会がないんだけども、リーバースライヤーズとしての媒体で出るとき、そうですよね、我々そうですね、必ず二人というか、なんていうか、まあ、もうどっかで仲を深めようねって毎回言ってるんですけどね、うん、そうって言ってたらいつの間にか、そう、年末になっていた、うん、そうなんですね、うん、で、あれらしいですよ、もう実は今まだ12月半ばですがね、はい、もうフェスも終わったらしいです。もうそうなんですよね、うん、季節感的に言うとどうでした、ね、楽しんでいただけたんでしょうかね。いやー、もうね、もうそこ、そうなんですよ、あの我々の今感想ベースで喋ることができないんですけども、うん、きっとうまくいったんでしょう、うん、でしょうね、僕ちょっとね、事前にお伺いしたところ、その、はい、声優さんとのね、アテレコなんてのをね、やっていただいてるらしいんですよ。うわ、緊張するでしょうね。そう、まずその2文字だな。僕たちも、まあ、ぶっちゃけちょっとその声優さんとね、あの現場ご一緒するみたいなのありましたけど、はい、やっぱプレッシャーありましたよね。いや、そう、うん、あ、そう、こういう間なんだとか、あと、うん、あのセリフをちょっと一回うわーってさせていただいてから、あの向こうで揉む時間あるじゃないですか。そう、うん、あの時間ね、なんかその、そうなんよ、じゃあシェリーさんお願いしますって僕やって、でその後、ちょっとなんかしばらく向こうのブースの方でこうディレクターさんたちがね、なんか話されてるみたいな。そうそうそう、この箇所はそう大丈夫かというか、うん、そうそうそう、その会話は聞こえなくてね、非常に気まずいというか、今どっちのいい方の会話をされてるのか、それともこいつダメだなの方なのか、すごい緊張の瞬間がある。まあまあまあ、そうそう、まあ、まあ、そこまで、そう、直接的にはね、もんでないとは思うんですけども、うん、ただあの、まあ、にしたって体験したことない時間じゃないですか、あれ、うん、我々なかなかですね、で、あの新鮮で楽しいんですよ、それもね、また、そう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 、で中で、あのやっぱあの声優さんいてくださると、あ、なるほど、ここはこのぐらいのくつろぎ方でいいんだみたいな、そうですね、分かったりもしましたね、うん、なんかあの椅子に座るタイミングとかも声優さん見て合わせたりしてましたね。あ、ありましたね、うん、あ、この時座っていいんだ、うん、あ、水飲んでいいんだみたいなの、うん、ちょっと見てました。慣れないうちは正直我々直立不動で待ってましたからね。ずっと待ってましたね。どうしたよね。うん、もうだからすごい勉強になる機会の多い企画ですよね、本当にね、うん、うん、あ、だから多分二次フェスでもいろいろ学ばせてもらいそうですね。そうですね、また大きくなって帰ってくるんでしょう、うん、そう、一皮向けて頑張っていきたい、そして X での実況はハッシュタグリバライラジオ、うん、カタカナでリバライラジオでお願いします、はい、もちろんですね、 YouTube でのコメントもお待ちしております。盛り上げていきましょう。それでは早速始めていきましょう、リバースライバーズラジオ、最後までよろしくお願いします。リバライラジオ。それではまずリーバースライヤーズで我々が演じているキャラクターについて紹介していきましょうか。はい、ではまずはシェリンさんから。はい、僕が演じている尾崎伊織というキャラクターなんですけども、まあ、コミックに参加しておりまして、うん、まあ、加賀美さん主催のね、フラフニに所属していると、うんうんうん、で、まあ、なんて言うんでしょう、バディ的なね、描かれ方をされておりますので、そうですね、相模さんの、まあ、ちょっと
ふわっとしたキャラクターというか、なんだろうな、ひょうひょうとしたキャラクターとは真逆で、こう几帳面でかっちりしなきゃ、自分が引き締めなきゃみたいな、うん、立場を感じさせるような性格なんですね。はい、ザ副長って感じですよね。そうなんですよ。そういいキャラクターいただいてね、本当ありがたい、うんうん、で公式サイトに書かれているのは、好きなものとしてね、あの規律と、規則と書かれてるそうですね。なかなかあげませんもんね、その2つね。えここに関しては本当僕ともあんま真逆というか、シェリンさん的にはやっぱ好きなものとしてここを上げない。そうっすね、僕好きなもの聞かれてこれ答えたくないな、なんか普通に唐揚げとか書きたくなっちゃいますけど、うん、うん、私規則とかはもうぶっ壊していきたい方うん、どちらかというと、うん、かなと。で、まあ、結構ね、そうですね、うん、あの新人さんの挨拶とかで、うん、好きなものは規則と規律ですって言われたらちょっとピリッとします、ね、どうしよう。そうですね、緊張しますねそれね、そうそうそう、やられたら大丈夫かこの人にあんまり失礼なことしちゃダメなのかみたいなのありますけど、はい。で、まあ、作中もすでにコミックでも描かれたんですけども、まあ、オタクっぽい、あのコスプレのね写真を撮るときにすごいはしゃいでいたっていう面もありましたね、ありまして、まあ、そのギャップもね、うん、見どころかなと。でそうっすね、なんか一押しポイントもぜひっていうことだったんですけど、なんだろうな、結構ね、はいはい、その僕カッコつけたり、ま、真面目な時ずっと続くと照れてきちゃうんですけどあのこのキャラクターに関しては本当台本に書かれてることをそのままやるとすごい硬くて真面目で、ずっとだけどもっていう、うん、なんか程よいところで抜いてくれてますよね。そうですね、うん、なんかそういう緩急つけるとこやりやすくもあり、なんだろうな、うん、なんからしくないカッコつけもできて新鮮だしっていう、なんか楽しさを感じつつやらせていただいてるんで、うんうん、まあ、そのあたりを伝えられたらいいかなと思っています。はい、うん、なんだかんだそのクールに見えつつも、うん、なんだろうな、あのちゃんと熱があること分かるっていうキャラクターだからいいですよね。そうですね、なんか冷たいわけじゃないっていうのがね、うん、ですね、よく伝わってくるんじゃないかなって思いますね、うん。やっぱあのコスプレの時もそうだし、あと焼肉の時のやっぱ手の速さとか、そうですねあこの人ちゃんとオフの時をあ用意してるんだなみたいな、あるんだっていう、うん、ありますね。うん、あれがいいかなと。じゃあ鏡さんもお伺いしていいですか。はい、私が演じる相模駿河なんですけども、はい、こちらはですね、もう主人公のいわゆる、まあ、師匠っていうポジションにはなるんですかね。そうですね、うん、はい、まあ、これが、なんかこう難しいところで、マサルさんの菅さんですよね、うん、菅さんは先輩、はいはい、で私が多分師匠みたいなちょっとそのニュアンスがなんだろうな、少しあの分かれる、はい、それぞれのポジションからは主人公を導いていくみたいな、うんうん、ちょっとなんか大きめの役割もらってしまって非常に、まあ、恐縮だったなっていうのが、まあ、最初の個人的な印象でございましたね、うんうんうん、まあ、だったんですけど、なんでしょうね、やっぱその尾崎さんがいるから、はい、その尾崎に対する絡み方、うん、でなんだろうな、そうやっぱり普段、まあ、これはそうですね、私がやらないことを存分にさせていただいてるっていう面もあって、うん、それでまあキャラクターとしても非常にこうなんだろうな、柔らかい、はい、あの印象になってるのかなとは思ってて、うん、もうなんかまあ別に勝てれば、犠牲なしで勝てれば大丈夫だろうみたいな、なんとかなるだろうみたいな、とりあえず投げてみようかみたいなね、そういう出方ですね、やらせてみようみたいな感じですよね、うん、はいはい、っていうのはあるかな。まああれは結構まあ自分かもなって思いました、やってて。 あんまりその、結構共感します、正直。そうですね、あんまり演じてる感はなかったやってること自体は。ああ、なるほどね。じゃあまあこの2人、僕たちは割と共通項も多いっていうところでやらせていただいて、ね、そうです ね、多くもあり、ただその中でその自分がその
なんだろうな、選択しない言葉でそれをやるっていう、ああ確かに、ね、感じがありますよね二人とも、うん、僕もそこまで強い言葉は使わない一方でキャラクターでは痩せてもらってるみたいなところですからね、うん、ですよね。相模さんも結構ね、うん、うん、なんかそこが新鮮になってるのかもなって思いましたね、うん、いいですね。まあここでそうですね、まあ、ラジオで多分こういう風に紹介しているなんだろうな人物が、うん、まあ、8人ぐらいになるわけなんですけども、はい、もう本当にそうですね、まあ、もし今回から見てくださった方はあの他にもですね魅力的なキャラクターがたくさん登場しておりますので、うん、はい、ぜひですね概要欄にある URL から公式サイトをチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。またですね、私たちが演じる姿は YouTube の、リーバースライアーズチャンネルに公開されているボイスドラマやボイスコミックで見られますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいませ。以上作品紹介でした。はい、リーバースライバーズラジオ、続きまして皆さんからのお便りを紹介する会員通信のコーナーです。あー、はい、会員通信だ。はい、会員でございます。あのね、よく使ってるね、うん、はい、うん、これでやり取りをするやつですよ、そうですね、うん、はい、何とは言わないけどよく似てるあれですよ、うん、まあ、どうやら覚醒者たちがそう使う専用アプリ、うん、そうよ、覚醒認証か何かで使えないようにやってんの一般人、うん、まあ、確かにな、公共の SNS でしない方がいいやり取りたくさんあるかもしれないから、うん、結構ね、義従が、いると結構パニックにもなるかもしれないから、がどうこうみたいな、うん、まあ、あとは義世界でも使えるみたいな感じなんですかね。あ、確かにね、なんか電波じゃないものでやってるんでしょうね。あ何か今ものすごく腑に落ちました。うん、何らかの通信指南ということで、そうだ、はい、多分で今回はですね、皆さんからのメッセージ、ふつおたをご紹介となっております。はい、全く皆さんどうやって会にたどり着いたんですか。ここまで喋っておいてなんですけど、どうにかしたらアクセスできるんでしょうね。スーパーハッカーがいるんでしょう。行こうと思えば行けるんでしょうね、これ、はい、見ていきましょうか。じゃあ、はい、そんな選ばれし方々の、はい、行きましょう。ラジオネーム奈々さんからいただいております。ありがとうございます。鏡さん、シェリンさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。リバライの中でも特に大好きな相模さんと尾崎さんを演じるお二人の回、とても楽しみにしていました、うん、うわ嬉しい。さまざまなクランや組織が出てくる中でもフラフニはリーダー格のお二人が他のメンバーと変わらない目線で話をする姿が印象的です。鏡さんとシェリンさんから見たフラフニのイメージをぜひ教えていただけると嬉しいですといただいてますね。あ、なるほど、イメージか。そうですね、まあ、リーダーちょっというかそういう目線から何かあります？あ、まあ今ちょっと気になったのは、はい、なんだろうな、他のクランそんな体育会系なのかなってちょっと思ってどうなんだろう雰囲気は違うみたいですね。ものすごい縦割りなのかなってちょっと思ってまあ雰囲気はねもちろん違うのはって思ってますけど、なんか体育会系なのかな、なんかうちも結構もっと気を引き締めていくべきなのかな。行くべきなのか僕たちがどうこうするものではないけどね。まあ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 、まあ、うん、まあ確かにアットホームでは間違いなくありますよね。そうですね、だから僕はなんだろうな、その、まあ、年齢感もそうですけど、うんうん、学校の感じがあって僕、はいはいはい、いいなっていう青春を思い出すなみたいな。あ、まあ確かに、まあ、完全にそうですね、うん、この学び屋の延長っていう感じは割と常になんかいい意味で部活感のあるというか、うん、ありますね。なんか僕結構その部活動頑張ってた方なんで、はいはいはい、うん、なんか多分まあ上級生のねこの感じ、うん、ええ、いおりがまさに、うん、上級生ポジでやってるんで、うん、なんか少し圧のある ね引き締め役みたいないたなと思いながらやってます、ね、圧倒的3年副部長ですもんね、うん、リーダー割とこうムードメーカーな人とか多かったなとか思いながら見てましたね。ああ、そう、我々2人の存在で結構部活感強いのか、うん、そう考えたら確かに他のメンツはなんか横一線とまではいかないけどそんなに上下関係なさそうですもんね。ですよね、うん、ちなみにちょっと聞いていいのか分かんないんですけど、ちょっと何部だったか聞いていいですか、シェリンさん。あ、僕水泳部ですよ。水泳か。水泳とあと放送部やってましたね。へえ。うん、
だから結構体育会系でした、両方とも。あ、放送部もそうだったんですか。割とそうっすね。なんか、まあ、文化系と思われるかもしれないけど、まあ、なんていうかこう先輩からの、でも機材運んだりとかあるのかな。結構あります。あー、そっかそっか。結構なんて言うんだろうな、皆さんに伝わるように言うと、そのなんか、ラジオのブースを思い浮かべていただきたいんですけど、なんかその、はいはいはい、なんか上下するつまみついてるでっかいなんか板みたいなのあるじゃないですか、うん、いわゆる卓ですね。そうす、卓、はい、こちらで言う卓ですね。そうです、卓とか、あとその卓をつなぐケーブルを運ぶのとかめちゃくちゃ重量労働なんですよ。え、卓運んでたんですか。あれ運んでました、運んでました。うわ、こう、あ、じゃあもう今日練習あそこでやるんだってつってせっせと運んでみたいなのやってました。あ、そう、あ、肉体労働ですね。じゃあそれはもう1年生の役割っていう。へえ。しかもそのなんていうの、僕そのアナウンサーみたいなところをそこでちょっとだけやってたんですけど、それもう先輩から直しとか指摘いただいて、ありがとうございますって直すみたいなのをやってたんで、結構縦社会でしたね。いや確かに、いや、そうなんだ、もう返事がありがとうございますなんだ。そう、ご指導いただきありがとうございますっていう感じでしたよ。うん、あ、ちょ、イメージ変わったな、なんかいろいろ。放送部のイメージも変わったし、シェリーさんのイメージもちょっと変わった、なんか今、まあ、どこでもそうなるか分かんないですけどね、僕結構縦社会にいましたよ。はい、加賀美さんどうでした。いや、自分も確かにその放送部の手伝いちょっとしてたことあって、ね、実はどうでした。いや、だからそこまでなんか体育会系で。そうですか、僕があれなのかな、特殊なのかな。若干なんかそれをたまり場にしてるところとかもちょっとあって、あ、まあ確かにね、ゆる文化部寄りだったのかな、あれって。高校舞台にしているその学園ものとかで見ると、なんか自分の好きな CD 持ち寄ったりとかしてね、和気あいあいオタク話する場所みたいな印象も確かにあるかもしれないですね。いや、 CD の貸し合いやってた。なんか、はい、そういうオタク趣味だけど漫画部ではないなみたいな人が集まるところではあるかもしれないですよね。はい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 。あ、でもそうか、シェリーさんのところは結構内情。そうです、結構ガチ寄りの放送部でしたね。結構男の塾っていう感じだったんですね、それは。そうですね、結構もう頭しばかれたりとか結構ありましたよ。え？なんか、まあ、僕ちょっとなんだろうな、想像つかないんですけど、なんか先輩たちが結構面白いこと話してるのを聞いてて、はい、そのなんかお客さん的な気持ちになっちゃって、ゲラゲラ笑ったり、なんか追加で隣にいるやつと話し出したりして頭しばかれて、お前うるせえって言われたり。難しいな。どうしているのが正解なんだ、それは。ちゃんとゲラとしてのなんかプロ意識みたいなのを持てっていうことでしたね、はい。お客さんじゃねえぞっていう。あ、もうあ、というかもう そんなことからやってた。やってました、やってました。よくか、でもよかったですね。なんかその、今につながって、その経験、今につながることなかなかないじゃないですか。そうですね、なんかあれも無駄じゃねえんだっていうね、うん、捨てたもんじゃなかったなって思ってます。いや、多分よその放送部やってないですよ、そんなにゲラに徹しろみたいな気がしますね。確かに相当レアですよ、それ。まあ、楽しかったんですけどね、それもね。そうだったんだ、うん、はいはいはい、はい。あ、じゃあどっちかっていうと、だから今回フラフには、うん、まあ、なんだろうな、そこから体育会系要素は結構抜いて、うん、まあ、どっちかというと、まあ、自分が過ごしてきた、なんだろうな、コミュニティ寄りというか、うん、そうですね、楽しみに寄ってるかもしれないですね、エンジョイっていうか、いい意味でね、うん、とは思いますね。はい、だから飲み会というか、あの宴会のシーン、焼肉があったじゃないですか、あれとかすごいいい感じなんだろうなって思うんですよ。注文却下されてましたもんね、だって。うん、マジで。なんかあれぐらいのいい鍋慣れ感憧れるんだよな。あーですか。なんだろうな、あんまり先輩先輩して扱われるの苦手なんですよね。あ、まあまあまあ、言いたいことは分かるかも。縦社会を経験はしたんですけど、うん、どういかに舐められるかが大事な気がして。それでも、うん、あのめっちゃ大事だと思いますねえ。それそうですね、あの大ガチ話で結構大事だと思います。そう、そっか、それ確かにな、その我々にも通じますよね、そのライバーさん入ってくる中で。
そうよ、もう結構後輩も多くなってきたから、ここから学ぶ人間関係もあるかもしれないですね、うん、いや確かにな、これシェリンさんもしかも結構その MC とかそっちで、うん、そうなんですよ、絡むってなった時に空気柔らかくしたいじゃないですか。そうなんですよ、だから僕なんかライブの現場とか多分ご一緒したんですけど、その楽屋あんまり僕喋らない方なんですよ。はい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 、はい、だけど MC の時頑張って喋りますからね、あ楽屋で空気作ろうっつってね、めちゃくちゃ大事だ頑張っております。でそこで声かけやすい先輩になっとかないとなっていうそうなんですよありますよね、ふざけやすい空気みたいなのありますから。じゃあ次のメールも行ってみましょうか。はい、こちら川上さんからかな。はい、ではそうですね、はい、私が読ませていただきます、うん、ラジオネームポンさんからいただきました。はい、社長シェリンさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。ドラマ CD 覚醒者たちはジャストウェイに踊る、とても楽しく拝聴させていただきました。ありがとうございます。相模さんの公式サイトの紹介文に何でもノリで決めがちなので、うん、周囲はいつも振り回されるとありましたが、周囲どころか覚醒者全体を振り回す様にめちゃくちゃ笑わせていただきましたということでうーん、なるほど。これ続けてもう一つ読ませていただきます。はい、ラジオネーム自分を覚醒者と思い込んでいる一般人さんからですね。なんと、シェリーさん、加賀美さん、こんにちは。こんにちは。先日発売されたドラマ CD では、駿河と伊織の、ニコイチ感がたくさん描写されていて、うん、駿河と伊織を推している、自分としてはとても栄養価の高いドラマ CD でした、うん、何か、あれば真っ先に伊織に伝える駿河、なんだかんだ駿河をサポートする伊織など見どころ満載でしたねと。そこで質問なのですが、お二人がドラマ CD の収録時に意識したことや気に入っているシーンなどあれば教えていただきたいですとのことですね。はいはい、ドラマ CD 出ましたね。そうですね、もう割と撮ってる段階で言うとあれですけど最近ですね、はい、本当にそうですね、最近出て、もうなんかスタッフさんからはネタバレも大丈夫ですよとおっしゃっていただいてるんで、結構そうかそうか、踏み込んだ話もできるとは思うんですけども、そうですね、あまず質問に答えましょうか。ドラマ CD の収録に意識したことですか。これね、意識したことか、はい、なんか常日頃とかも絡んでくると思うんですけど、どんな感じでやられてます。あー、まあそうですね、結構我々、まずはそのコミックスとして世に出てっていう場合じゃないですか、はい、基本的に。そうですね、なのでフォントって言えばいいんですか、セリフの、はいはい、フォントと文字の大きさおうおうおうとかでなんか様子見てるんですよ、どっちかっていうと。フォントと文字の大きさ、はい、セリフをこう読むときに、うんうんうん、そのコミックスでどうなってるかみたいな。あー、なるほど、はい、なんですけどドラマ CD って、それがないじゃないですか。ああそうかそうか、そういうことか。あ、そうなんです。あ、はいはい、完成品がね、漫画の絵がないということですね。はいはいはい、そうなんですよね今回は。なるほどなるほど、結構よりどころにしてるところが、今回なかったといえばなかったから。そうですね、声だけで表現っていうね、そうなんですよね。で、内容も含めて、個人的にはその後書きっていう感じでやらせていただきましたね。後書き、単行本の後書き漫画って感じで。ああ、はい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 、なるほど、はい、そうですね、番外編だからまさにそういうことですよね、うん、よく単行本にねついてますね、番外編が。ああ、そうそうそう、あの感じですね。あ、常にもうなんかもうで、ああいう時ってちょっと画風もラフになるじゃないですか、うん、そうですね、うん、だいぶコメディ寄りでしたしね。そう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 、あの崩し方でできないかなと思って、で、真面目な時は真面目でみたいな風にはやろうとしてましたね。ああ、なるほどね。シェリンさんは。僕、そうっすね、確かに言われてみれば、このドラマ CD の収録の時だけ抑えて抑えてがすごかったなって思うと、なんていうか、冒頭でもちょっとお話ししたんですけど、その、はい、一回僕たちが演技するで、ディレクターさんたちにお返しして待ち時間があるみたいなのが、大抵僕ってその漫画の絵とかを見ながら
イメージ膨らませてで収録してるんですけど、そあ、まあ、今回それがなかったせいか、はい、あのキャラとの乖離があったらしくて、あのちょっとシェリンさんすぎますみたいなことをよく言われてしまいましたね。あ、なるほどなるほど。あ、なんか今回は癖が強いというか、なんだろうな、結構いおりやるときってあの平たく読ませていただいてるんですね、はい、あんまり強弱つけたりアップダウンつけたりとかしないで、うん、冷静でいるっていうところで、冷静キャラですよって念押しをされた収録だったなって今思うと、加賀美さんのおっしゃる通り多分絵を見てなかったからっていうのもあった気がします、ね、あるんですかね、うん、想像力がやっぱり必要だったかもしれないですね、うん、あとやっぱ結構あれですよね、多分あの、まあ、私もこういうの好きだから分かるんですけど、うん、よっしゃギャグ回だって思って、ああそうっすねやりすぎちゃうというか、そうですね、コメディだからちょっと面白く読んじゃうっていう、そうそうそう、うん、ちょっとそれはあったかもしれない、あと、はい、台本が熱いのよ熱かったあれページ数僕覚えてるんですけど100ページあってびっくりしたわめちゃくちゃありましたよねあれ、うん、まあ、全員がねまんべんなくセリフがあったと思うので、もう、うん、何分ぐらいになったんだろうな、まあ、完成品結構長かったと思うんでね、はい、大ボリュームでしたね、うん、まあまあ、そう、しかも巻き込む側だったんでね我々、あ、やっぱ2枚組なんだ、そうか、CD2 枚組らしいですよ今カンペいただいたんですけど、このご時世に、いやー、なかなか見ないですね、ねえ、昔のよく対策ゲームみたいにマジで言おうとしたそれマジでプレステ時代の RPG の話しようとしたはあ、確か CD1 枚がね70分ちょい入ると思うんですけど、それを超えてきたってことですね、うんうん、ですかね、うわ、すごいな、そんな頑張ってましたか、うん、なるほど今回はこれぐらいか、あ、ここまでか、あ、惜しいな、今回ここまでということで、たくさんのメールありがとうございました、はい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 、ありがとうございました、はい、結構なんかあれですね、あのはい、あのこのリーバースライヤーズきっかけで貴重なお話聞いちゃった気がしてそうです、ね、今なんか お得な気分です割といろんな話やっぱできますね、うん、うん、ありがとうございます、はい、ではではリバライラジオまだまだ続きます、リバライラジオ続いてのコーナーはこちら、ようこそ覚醒者の世界へ、はーい、はい、ある日突然覚醒者になり義獣との戦いに巻き込まれていくリーバースライヤーズのキャラクターたちのような存在がリスナーさんたちの中にいるかもということで、皆さんから覚醒したエピソードを報告していただき、我々が独断と偏見で覚醒レベルをつけちゃおうというコーナーです。あー、なるほどね、なんか覚醒者になるのはある日突然の出来事らしいですね、うんうんうん、あー、なりてえな覚醒者やっぱよく言われますからね、やっぱその誰々覚醒みたいな感じで切り抜きとかで、あー確かにね、うん、なんか普通の人にはできない特殊なね、うん、能力が備わるってことですよね、うん、覚醒するってのね、はいはいはい、してみたいものだ覚醒、あ、まあ、あの我々よりちょっと一足先に覚醒した方から、お便りが来てるらしいんで、はい、ちょっと見ていきますか、あ、じゃあもう早速行っちゃいましょうか、もう行っちゃいましょうか、うん、それでは最初にラジオネーム夏さんからいただきました、はい、昔アルバイトをしていた時、英語圏のお客様が来店され、タイミング的に私が対応することになりました、うん、個数もメニューも全て英語での注文だったんですが、なんか理解できるぞとなり、余裕をかまして他に注文はありますかと英語で聞き返すなどしていました、あ、英語は得意科目というわけではなかったんですが、さすがにこれは学生と言っても、まあ、どうだろうなこれ、うーん、まあこれは、他にご注文ありますかって言えます？確かに、ちょっとまあこれね、カンペで今いただいたんですけど、はい、ちなみに、他に注文ありますかは、Would you like anything else?
Would you like anything else? これがさっと出てくるのか。いやだからこれ怖くない、逆にそんなの。僕ある一つで英語こんなスルッと出てきたら自分に引くけどな。これ多分だから何らかの映画の始まりですよ。あ確かにね。なぜ言えるんだ、うん、たまにあるじゃないですか、あの古代文字が読めちゃう、うん、ありますけど、これ、あれエピソードだこれ、どうせ分かってない説ないですか。なるほど、分かってない言えてない説ないですか。この海外の方が、これに水をお願いするよって言ってるのに、オッケーティーだねっつってお茶出したりしてないっていうね、うん、コーラとか出してないかっていう、コーラビアって言ってる可能性は、まあ、なくはないかもしれない。もう究極の話ですけど、うん、究極ももうレッツゴーレッツゴーって言うだけだあー、うん、なるほどね、うん、あノリが大事かもしれないね、確かに。いや 2.5 割ぐらい、4分の1ぐらいの確率で、だから、うん、レッツゴーレッツゴーレッツゴーなるほどなって言っても、まあ意外と、まあ、だからこの方も割とそういうね、うん、ノリレッツゴー精神でやってたのかもな。いけた可能性はある。あじゃあこれの覚醒レベルを判定していくらしいですよ、うん、なるほど、うん、覚醒レベルか。はい、じゃあ鏡さんから。じゃあ私は、はい、覚醒レベル28で。おお28。はい、じゃあ僕は、はい、僕が思う覚醒レベルはレベル25かな。もう差をつけるほどのもの。うん、なんか4分の1ぐらいかなと思いまして、うん、これ、ま、僕の中で低いかなって思ったんですけど、ね、あはい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 、ま、まだでも本当にそう、何か自分の中の真相の記憶が覚醒して存在しない古代文字が読めるみたいな、うん、それだった可能性もまだ捨てきれないから。あーなるほどね、ちょっとそれで3色をつけて、ま、うん、それが 3% ぐらい確率あるかなっていうのと、で、あと、ね、うん、そうですね、その4、そう、大体4分の1ぐらいの確率で、はい、うまくいったのかもしれんっていうので。なるほどなるほど、はい、ま、僕としてもやっぱりなんだろうな、実際に対面してたわけなんでね、まあ、伝わることは多かったかなと、フィジカルで、うんうん、ボディーランゲージっていうか、うん、まあ、僕も 25% ぐらいで接客できるのかもっていう僕自身への信頼というか期待もありつつ、励ましになった、はい、右なったということで、うん、ということで、ということで、じゃあ次も行きましょうか。平均にするとそうですね、まあ、20ちょいということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、それでは次のメール、はい、じゃあ次僕が行きます。ラジオネーム、はい、藍染さんからでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年に入ってからあらゆるガチャとつくもので負けなしです。ああなるほどね、これは覚醒しているのでしょうか、それとも来年にはこの力は消えてしまうの来年にはこの力は消えてしまうのでしょうか。なんかリミットがあるんだな、うん、なんか怖い、ね、考え方。もし消えてしまうならすごく怖いのですが、どうしたらいいですかという。何を恐れているんだ一体。わかんないじゃん、来年もまだ勝ち続けるかもしれないじゃん。まあ運が良すぎて怖いっていうことですよね。あなるほどね、まあ要は多分あれだな、なんか年始のおみくじとかで大吉とかだったんだろうな。うん、今年期限っぽいんだ。いやーもうどうなんこれ、うん、なんだろうな、結構私その、はい、DCG、まあ、いわゆる、デジタルカードゲーム、ね、うん、そうですね、ガチャがあるゲームよくやられてますよね、うん、配信することが多いくて、うん、まあ平均値より、うん、まあまあ、割と上を、まあ、出しやすくはある。お上振れるんですね。上振れやすいへくはあるんですけど、はい、いやもうこれはもう本当に、まあ、それを私から言わせてもらうと本当年単位じゃないんですよね、はい、全然。おお、もう日とか、あその日その日とか、日とかもう分単位でやっぱ変動してるのかなみたいな。あ気持ちすらちょっとあって。なるほど、
でももうそうなってくると、うん、もう全部運ってことになってきますか。なってくるかもしれないんですけど、でちょっとずつ、はい、あのまあまあまあ、あのその私から言わせてもらうと、多分どこかで怖くなくなるフェーズが出てくる。それって天井ってやつですか。確かに怖くないけど、もう、あのあとあの来るとき、はい、あやばい今日はこれ来ちゃうやつだみたいな。あなるほど。割とちょっと引く前に、あやばいなこれは今日はもらってしまうやつだみたいなのはある。はあ、うん、なんか予感があるんですね。そうですね。だからこれは今ちょっとそのなんだろうな、その消えるかどうか怖いっていう、うん、まだちょっとぼんやりしたところでは覚醒には至ってないのかもしれない。ただ あの素質がある。ここからさらに飛躍するかも。相澤さんはそう素質がありますね。あ、うん、じゃあまたレベル判定していきます。はい、じゃまずはまた私からですかね。はい、はい、私が思う覚醒レベルは62。おお、うん、なるほど。ちょっと先ほどからそうですね、あさっきよりは上がってる。はい、まあそうなりますね。うん、で僕が思う方もいきましょうか。はい、はい、僕が思う覚醒レベルは80。おお、80かな。ためたし大きいし、僕ない方なんですよね。ちょっとガクチャーの運が、もうなるほどなるほど、その力消えるよってことで。消えるようで80。あ、なるほど、うん、君は多分今人生のマックス値だ。せいぜい楽しむがいい。すごい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 。思ったより後ろ向きの80だったな。うん、でもまあまあまあ、なんかね、本当その時のね、得だからこういうのは。うんうん、うん、貯めようぜ。で、あの運とかそういうのじゃなくて、もう実力で勝ち取ろう。得はもう確実な実力なんで。うん、今なんか少しそうですね、あのもう自分へのなんだろうな、言い聞かせじゃないけど。そう、今そんな感じにも聞こえましたけど、僕はもっと得を積んでもっといいガチャンを引くから。で実力で勝ち取ると。そう、はいはい、ということで今回はここまでです。これからも覚醒エピソードをお送りくださいませ。はい、リバライラジオまだまだ続きます。リーバースライバーズラジオ、続いてのコーナーはこちら、集え覚醒者候補生。はい、はい、こちらはですね、覚醒者候補生であるリスナーさんからいただいた疑問やお悩みに覚醒者の先輩としてね、しっかりと答えてあげようというコーナーになっております。なるほど、一番先輩らしいですね、これが。あ、このコーナー、まあ作中ではそうだけど、はい、お悩み相談やったことあんまないな。大丈夫かな。いやー、これねえ、私もそんなにっていう感じだし、まあ、あとなんならなんでしょうね、うん、それなのにあの二次フェスでもちょっとやるんですよね、なんか、うーん、お悩み相談みたいな。はいはいはい、はい、年末悩み相談2回やってる。すでにこれで、あ、なんかいい占い師になれそうですね。あんまそっちの方向でやっていこうとは思ってないんだけどな。あれ、そうなんですか、なんか大丈夫かな。結構あの横浜のあたりとか、なんか出店されるのいいと思います。あそこに鏡さんが並んでるみたいな。横浜の父になってしまうかもしれないから、このままだと。なんか本当にそういう異名の方いた場合はここはカットしてください、ごめんなさい。どこの地名にもいらっしゃいますよね、きっと。いるからね、その地名のお父さんがな。はい、じゃあなんかお悩みについてね、話していこうと思います。はい、まず紹介するのはラジオネームミーニャさんからいただいたこちらのご相談です。ありがとうございます。相模さん、助けてください。私はいつも学校でお話できる人が全然いません。そうなのか、うん、お前、自分から話しかけに行こうと思ったりしますが、体が動かないんです。相模さんはフラフニのクランマスターなだけあり、いろんな人と気さくに話せてすごいなと思っています。どうすればいろんな人と話せるようになりますか、といただいております。なるほどな。
まあ、まずはちょっと僕たちでね話していけたらなと思うんですけど、はい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 、はい、うん、友達か、まあ、しかも、うん、これ12月のご相談。ああそうか、年度も変わるところですよ、もうそろそろね、数ヶ月で。そう、まあ、だからその新しい、うん、その楽器でとかじゃない、あ、まあ新しい、新しいクラスでとかじゃない、もう、あ、そういう4月から始まって、うん、そう8ヶ月経ってるそっちで捉えるとなかなか。そうか、そう、これが4月5月に来てる相談だったらいいんですけど、うんうんうん、12月と学校で全然お話できる人がいませんといただいてます、まあ、ちょっと考慮には、あ、まあ、あの値する事項なのかなというところがちょっとあり、うん、いやでもね、どうなんだろうな、後ほどね、あの相模さんにやっていただくんですけど、まあ、僕としてはそのあんま気にしなくてもいい気もしますけどねうん、元気で生活できてんじゃんっていう、そう、うん、なんか、まあ、合わない人たちもいるから ね、うん、ね、そうそうなんですよね、うん、じゃあ、ここでね相模さんに聞いてみようかな。はい、では相模さん、悩める候補生を導いてください。仲間はいた方がいい。おお、ということで、なるほどね、もう、いや、相模らしいな、そう、多分このなんだろうな悩み方って、うん、あのその後の例えばデメリットというか、ああ話しかけたことによって生まれる、まあ、リスクとか、うんうん、多分そっちの方があのどうしても大きく捉えてしまうというか、うん、まあ、感じてしまう、うんうん、っていうので、まあ、話しかけづらくなってると思うんですけど、うん、こういう時はあの一度事実を横たわらせるっていうのがあー、なるほど、あの大事かなと思ってまして、はい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 、確か、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり、うん、仲間はいた方がいいんですよっていう、仲間とか友達は、うん、まあまあ友達、まあやっぱでもそうだな、今ここで言うなら、ここでまあ本当相模の、あの文脈で言うなら、はい、まあやっぱり仲間ですよ。確かにね、仲間ですね、うんうん、っていうのはあのいた方がいいって、ただただただその、 あの事実が横たわってるっていうのが正直大事かなと思っててはいはい、はい、ただその事実が勇気を保証するっていうのって、うん、まあ、あると思ってて、でそれを、まあ、今まで意外と誰も言ってこなかったのかなっていう。あー、なるほどね。でもし今あの相模がこういうことで、あの一つこうミーニャさんの中で、はい、あのそれをその勇気をなんだろうな補強するものになるんだったら、うん、ちょっとその仲間がいた方がいいというその相模の言葉を信じて、うん、その上で行動を起こしたらよろしいんじゃないかなと思います、うん、まあ、そうですね、あと、まあ、本当そうですね、まあ、フラフニーに関しては、うん、あのフラフニーの話した時もそうなんですけど、はい、なんだろう、部活みたいってお話あったんですけど、まあ、フラフニ、まあ、部活ではないじゃないですか、まあ、ただ結果として部活みたいなコミュニティが生まれたと、うんうん、だからあなた、あなたの仲間になる人がその学校だけとは限らないし、うん、っていう、そうなのよね、いろんなコミュニティありますよ。あ、その上で、うん、あの自分ってなんで話せる人が欲しいんだっけみたいな、うん、まあ、そこに立ち返ってもいいですもん。そうですね、全然ね、うん、うん、解決したらいいな、はい、ね、まあ、本当だから、まあ、ミーニャさんにとってのフラフニみたいなところが、まあ、学校かもしれないしどこかかもしれないし、それが見つけられたらいいなと思ってます。じゃあ次行きましょうか。はい、そうしましょうか、そうしましたらラジオネームポッペンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。こんばんは、尾崎先輩に質問させていただきたいことがありお便りを送らせていただきます。あ、はい、この前フラフニのブリーフィングでコスプレについて熱く語っていた姿と、その直後にメンバーへ冷静かつ的確に指示を出す姿のギャップを目撃してとても驚きました。はい、あのようにオンとオフをスパッと切り替えられるコツをぜひ教えていただきたいですということで。あ、まあ、オンとオフを切り替えるコツか。うん、まあ、あれはオンオフだったんですか。加賀美さんってその、はい、
オンオフ結構分けるっていうと違いますけど、なんか切り替えるっていう瞬間あります？あ、まあそうですね、まあ、今回のこのラジオとかもそうなんですけど、はい、まあ、やっぱり、番組とか、はい、させていただく中で一個何らかのスイッチは持ってますよね。あ、やっぱこっから本番だっていうみたいなのはちょっとあるかな。ルーティンとかあるんですか？あー、いや全然ないかも。ないっすか？かもしれないですね、はい、僕単純な話コーヒー飲むとかよくやるんですよ。あ、でも配信前コーヒーめっちゃ飲みますね。あ、自分でもなんかそういうことですよね、なんか、うんうんうん、オンオフ切り替えってね。あ、ですね。だから僕その番組に応じてというか、はい、番組じゃねえな、なんかその自分の個人配信とかと番組というか公式のそのねものとちょっと違いつけてて、カフェインの量を明確に増やすっていうことしてて、自分の時はそこで、そう、はい、ノンカフェインかもしくは普通のコーヒーぐらいを飲んでるんですよ。はいはいはい。で、あの公式番組とかよしっていう時はあのもうモンエナを飲むっていう。知らなかったな。エナジードリンクを飲むってやってるんですよ。そうだったんだ、はい、なんかもうそういう感じで僕としてはやってるんですけどね、うん、はい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 。大舞台というかそのもしフェスに出るってなったらみたいな、年一だこれは、うん、っていう時、そのもう睡眠できない量 の, あのちっちゃい小瓶のやつとか、そんなにでとりあえずカフェイン量で自分にこうどれぐらいの気合が必要かを戒めるみたいなじゃないですか。温度合いを調整してます結構意外だな。まずなんかエナジードリンク飲んでるのがちょっと意外だった個人的にはなんか割とねそんな感じでやらせてますね。ほー、はい、まあ、そうしましたらちょっと尾崎流に、そうですね、尾崎流にちょっとですね、解決いただけたらなと思うんですけど、はい、それでは尾崎より悩める候補生を導いてください。あれは決してオンオフを切り替えているんじゃないんです、漏れ出てしまってるんです。だったのか。いや、まあ僕なりのその解釈なんですけどね、はい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 、まあ、焼肉奉行なところがあったと思うんですけど、うんうんうん、じゃああれってよし焼肉だっつって自分で気合入れてパンって切り替えてるっていうよりは、うん、焼肉だとってなんか誘発されてるというか、いや確かに、うん、あれってそうですよね。あの尾崎に関してはそうオンオフではないかも、うんうん、多分本人としてはむしろちょっと俯瞰で見たら恥ずかしいぐらいのことだと思うんですよ、うん、だからまあ戦闘前とかもしかしたらあんのかもしれないけど、なんかそこはシームレスに見えてるんですよね僕としては、うんね、常に気を張ってるっていうイメージがあって、結構意図して針の揺らぎをコントロールできる人なんか、ただまあちょっとコスプレに関してはちょっとそれが抑えきれなかったというそう揺らぎが、うん、よくあるオタクさんのね、うん、なんか限界っていう感じなんでしょうから、うん、っていうことだったのかな、ね、限界を迎えている状態なんでしょうから、うん、というところでございました。ってなってきたら、まあ、やっぱりもう逆にスイッチなんて意識するなと。そうですね、尾崎流に言えば尾崎流に常に音だその中で漏れ出てしまうんだっていう、そう音であれと、はい、もうそれがいいかも、それが一番練習になるかも、どっちかというと。そうですね、うん、確かにな。というところで今回はここまででございます。これからも悩みや疑問を送ってくださいね。リバライラジオまだまだ続きます。リバライラジオ、ここでお知らせのコーナーです。はい、まずは書籍情報。現在コミックリーバースライアーズ偽装解明の1巻2巻とノベルリーバースライアーズ俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方の1巻2巻3巻がそれぞれ発売中です。うん、先月末に発売されたノベルの3巻について X でいただいております感想をご紹介いたします。はい、まずはティアさんから。ルーの日常が明かされて今回の巻だけでだいぶ話が広がった。なるほど。キリさんからもいただいております。俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方3巻にしてようやくそのタイトルの意味がわかる話だったといただいております。うん、
はい、そのキャラクター性のねバックグラウンドが描かれるというような場面でございますので、うん、やっとやってきたシーンで、はい、はい、ぜひお願いいたします。また先日からウェブサイト格読むでのノベル連載が再開となっております。第2巻の内容がウェブでも読めるようになりました。こちらも合わせてぜひチェックしてください。はい、続いて CD 情報。リーバースライアーズ初となるドラマ CD 覚醒者たちはジャスタウェイに踊るとリーバースライアーズ主題歌 CD の2枚がそれぞれ発売中です。そして主題歌 CD のうち新曲の2曲についてこちらも X でいただいた感想をご紹介しましょう。はい、まずは藤沢さんから焦がすリアルについてですね。おしゃれでかっこいい曲とおしゃれ映像が合わさって最高だった。88さんからはナイト&ナイトについて、曲調がすごい好みだしセフィナちゃんの歌い方がかっこいいとのことですね。いや本当かっこよかったな2曲ともね。そうで、まあ、あのユノさんもあと真田エリーさんも、はい、まあ、こっちのリバーライの方の世界で、まあ、人気アーティストになっているということで、なんか劇中で流行ってる曲っていうのなんかなかなか斬新なねものですね。なんかメディアミックス出してきましたね。ものすごく MV もかなり凝ってるものがありましたね。あーですね、個人的にはナイト&ナイトのなんだろうな、あの絵めちゃくちゃいいなと思いましたね。焦がすリアルの方はなんか一方でちょっと暗いテイストなんですけど、まあ、そこに秘められたなんか演出とかにね、なんだろうな、何かを暗喩しているかのようなあの展開があったりするんです。こうぜひ細かく見ていただきたいな。結構ストーリーに絡んでくるっていう感じがありましたよね。結構両方とも仕上がりバッチリなんで皆さん見てみてください、ですね。はい、ドラマ CD と主題歌 CD の2枚をですね1月28日までにアニメート通販でご購入いただきますと発売記念トークショーへの参加応募 CDR がついてきます。はい、2月23日には東京、2月25日には大阪でそれぞれイベントが開催されるのでぜひチェックお願いします。はい、お伝えしたすべての情報の詳細は概要欄からチェックしてくださいませ。以上お知らせでした。リーバースライバーズラジオ、お送りしてきましたリバライラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。はい、いやーなんかリーバースライアーズ通して、はい、結構そのシリンさんの貴重なお話聞けちゃったなと思って今回あ、そうですね、なんかなかなか話す機会がなかっただけなんですけど、部活の話とかあんまりしたことなかったんで、そう確かになんか隠してるつもりもなかったんだけど言う機会もなみたいな話、はい、やっぱ今もありますよね。そうですね、全然まだまだあるんですけどね、いい機会いただけてよかったっすわ、いやこっちもすごいいい機会でした、ありがとうございますなんかいやいやいや、はい、まあ、まだまだ第4回なんでね、こっからまだまだあの皆さんのいろんな話も聞けると思うんでね、次回以降もお楽しみですね。そうですね、参加ライバーさん、はい、まだまだいらっしゃいますんで、はい、そんなね次回パーソナリティなんですけども、次回は1月26日、はい、金曜日更新予定のリバライラジオ第5回、はい、ココのユニ役の須尾サンゴさんと久我屋敷役のかなえさんの2名でお届けします、あーこの2名はそうですね2人はそうですね、多分生徒会絡みとかで結構話し慣れてはいらっしゃいますもんね2人とも。あ、そうか、企画では結構ご一緒してるか。あ、そうですそうです、はいはいはい、はい、だけどなんか2人で話すっていうのも確かになんか若干そうですね想像つかないというか、どうなるんだろうちょっとシンプル楽しみなところもありますね、なんか期待ですねはい、それではですね、番組では皆さんからのお便りを募集中です。普通おたは会員通信、覚醒したエピソードはようこそ覚醒者の世界へ、お悩み相談は集え覚醒者候補生までお願いいたします。お便りは動画概要欄の URL よりお送りください。はい、それでは今回のリバライラジオはここまで。お相手は尾崎伊織役シェリンバーガンディと相模駿河役香上隼人でした。バイバイ、バイバイ、おバイバイお失礼しましたバイ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 